SE の優劣はどこで決まるのか技術力はないけど交渉力がある人の特徴 SE の優劣を決めるものというと、一つは技術力です。プログラミング技術、OS ミドルウェア、ネットワークの知識など、それに対してもう一つの優れた SE のタイプがあります。俺技術とか全然だけどさ、お客さんとの接触とか得意だから、その辺は任せといてよ。みたいなベテラン SE って言いますよねこういう人も優れた SE です。接触力とか交渉力があるタイプです。これって喋るのがうまいってことだけじゃなく、相手の内在的論理がわかる人なんです。 というわけで今回は内在的論理とは何か、接衝力、交渉力を鍛えるにはどうすればいいか、を詳しく紹介します。内在的論理って何この言葉、なんか難しげな響きでかっこいいですよね一度覚えたら言いたくなる言葉です。わら、響きがかっこいいというのは冗談で、人間関係にとても役立つ実践的な概念なんです。作家の佐藤勝さんが本の中でよく使っています。読んで字のごとく、相手の内側にある論理です。逆に外側にある論理っていうのは、例えばその人が言葉にしたことです。 私は紅茶よりコーヒーが好きだって言われたら、この人はコーヒーが好きなんだなとわかります。それに対して、人が内側に持っている論理、先ほどの例で言えばコーヒーより紅茶が好きな理由は本人にしかわかりません。内側がわかれば、ここアと紅茶ならどっちが好きかのような言葉にされていない他の情報も予想できるようになります。つまり内在的論理とは相手が内側に秘めている思考回路のことです。内側にあるので、言葉にしていませんが、この人はどういう思考回路をしているかがわかると交渉がしやすくなります。もう一つ例を挙げてみます。 内在的論理を読んで嫌な奴を懲らしめる方法同期の A 君は上司と話す時に自分のことはやたらアピールするけれど同期のメンバーについては同期の B 君が仕事でこういう失敗したんですよみたいなことばかり言います言ってる内容は内在的論理によって生み出された結果です結果よりも原因がわかると交渉に有利になります A 君の内在的論理は他人を出し抜いて出世しようということですだから自分を挙げて他人を貶める発言をするんです実在したら嫌な奴です こいつをちょっと懲らしめてやろうと、A 君の前で上司に A 君の失敗談を言ったら、A 君と喧嘩になってしまいます。こちらは彼の内在的論理が分かっているのですから、もっとスマートなやり方が思いつきます。A 君の前で上司に他の同期を褒めればいいんです。田中部長、同期の C 君が仕事頑張ってるみたいでエース的活躍してるみたいなんですよ。C 君を褒めてるだけなので、A 君はそれを咎めるわけにもいかず、自分よりも C 君が評価されてしまう、くっそギャフン、というでしょう、わら。こんな風に内在的論理が分かると、相手を手のひらで転がすことができます。 顧客接触で内在的論理を活用する例。SE が顧客接触するときにお客さんの内在的論理が分かれば、スムーズに交渉を進めることができます。例えば、よくこんなケースがあります。お客さんはこれまでの業務の流れをできるだけ変えたくないっていう内在的論理を持っているのに、SE が効率だけを考えてこの業務手順を変更してここをシステム化したら効率が上がりますよって提案してしまうことです。これだと交渉は難航します。お客さんの内在的論理に反しているからです。 内在的論理が分かっている SE ならばできるだけ業務の手順を変えずに効率が良くなるシステムを提案しますこれがいわゆる交渉力接触力のもとなわけです交渉の仕方を教えるのが難しい理由交渉や顧客接触の仕方って上司や先輩もなかなか教えてくれません教えようにも教えにくいことなんだと思うんですこういうことって無意識レベルの思考だったりするからですこのお客さんはなんとなく保守的な感じがするから既存の業務が変わらない提案をした方が良さそうだな みたいな感じです。これだと後輩に教えることはできませんよね。なんとなくそう感じるからって言っても何の参考にもなりませんからね。このなんとなくの言が内在的論理イコール相手がどんな思考回路を内に秘めているか、なんです。これは SE の仕事に限らず、人間関係においても大いに使えます。ぜひ活用してみてください。